典型的な会場の外観、ワイルドホイールズスリルアレーナ。2016年、アメリカ合衆国で撮影。曲乗りを見せるライダーが近くを通るのを見る監修。2009年、イギリスで撮影。ボォール・オブ・デス、モータードローム、サイロドローム、あるいは、インドにおいて、ウェル・オブ・デス・ナイシマウト・カクアート称される、車肉祭などの祭りの余興は、 サイロや樽のような形状で厚板で組んだ直径20から36フィート程度の大きな木製の円筒の中でオートバイや小型車両が摩擦や遠心力を利用して垂直の壁を走行しながらライダーが曲芸を見せるスタント。日本ではオートバイサーカスと称して興行されているメディアを再生する4つのオートバイの同時レース。2017年ドイツで撮影。 監修は、円筒の上部から、中を見下ろす。ライダーたちは、円筒の底の中央からスタートし、そこに近い傾斜のついた部分を登りながら、やがて床と平行な水平状態での走行が可能になるまで、スピードを上げ、通常は、半時計回りに周回する。1920年代に、ヘーガーズウォール・オブ・デスで活用した女性ライダー、ヘーゼル・ワトキンス。 1900年代初めのアメリカ合衆国におけるオートバイのボードトラックレースから直接派生したもので最初の見せ物としてのモータードロームは1911年にニューヨークのコニーアイランドの遊園地に登場した翌年には各地を巡業する移動遊園地に移動可能なトラックを設ける見せ物が登場し始めた1915年には垂直の壁面を備えた 最初のサイロドロームが登場し、ほどなくして、ウォール・オブ・デスとも称されるようになったが、そのように呼ばれた最初の見せ物は、ニューヨーク州バッファローで興業していた、ブリッドソングリーンの一座だった。また、直立した壁で囲まれたサイロ状の走路ではなかったが、1915年のサンフランシスコ万国博覧会に出展された、大規模なモータードロームの走路の一部には、 いただき頭部が垂直に直立した部分が組み込まれており、オートバイだけでなく自動車によっても走行された。当時、最も広く使用されていたのは第一世代のインディアンスカウトのモデルで排気量は37立方インチであった。この見せ物はアメリカ合衆国における屋外工業の事業にとって重要な柱の一つとなり、1930年代には全盛期を迎え、 100を超えるモータードロームが移動遊園地や通常の遊園地で興行していた。アメリカ合衆国ではアメリカンモータードロームカンパニーが1920年代製のヴィンテージのインディアンスカウトを数台用いて全盛期の様子を再現している。アメリカンモータードロームカンパニーはスタージスモーターサイクルの電動に入ったライダーを2人用している唯一の団体であり、 j l イ g h t が2014年に、サマンサ・サモーガンが2006年に、電動入りを果たしている。2015年、インディアンモーターサイクル社は、新モデルのインディアンスカウトのお披露目の場に、アメリカンモータードロームカンパニーを選び、通常のショーで使用されている1926年生と1927年生のモデルと共に、新モデルを壁面走行させた。 アメリカ合衆国における最新のウォール・オブ・デスのショーはワイルド・ホイールズ・スリル・アリーナで伝統的なカーニバル・ミッドウェイ・ショーズのスタイルで開催されている。この見せ物はイギリスでも人気を博し様々な催しの際に披露されるようになった。イギリスにおける最初のウォール・オブ・デスは1929年6月にサウス・エンド・イコール・オン・シーにあった世界最古の遊園地の一つ。 カーサルに登場し、高さ20フィートの木製の壁をバイクが走った。最初のライダーとなったのは、南アフリカ連邦でショーをしていたところを、マルコム・ギャンベルに見出されたビリーとマージョリーの、ボード夫妻であった。イギリスでは、カーサルとジョージ・トルネード・スミスが、この見せ物の代名詞となった。1930年代半ばには、50ほどの団体が全国で興行しており、 アーサー・ブラノンのようなライダーが登場し、サイドカーに動物を乗せて走行するといったゲームを見せるようになって、メスライオンを乗せて走ったこともあったが、第二次世界大戦の勃発によってこうした見せ物は一旦休止に追い込まれた。戦後に再開した団体は少数であったが、トッド・ファミリー・ウォール・オブ・デスは、1951年のフェスティバル・オブ・ブリテンにも登場し、フランク・シニア、 ジョージ、ジャック、ボブ、フランク・ジュニアらが出演した。この興行には、女性ライダーが参加することもあり、イングランド初の女性ライダーと考えられているグラディス、サッターや、遅れて加わったその妹ウィニフレット・サッタースターが、出演し、後者は後に、同僚ライダーであったジョージ・トッドと結婚した。女性ライダーたちはその後も、現在まで活動し続けている。しかし、 2000年代には、極少数の団体が興行するだけとなっており、ザ・デモンドローム、メッシャムズ・ウォール・オブ・デス、ケン・ホックス・トゥループが知られている。これらの団体は、1920年代以来使用され、続けている、オリジナルのインディアンのバイクを使用している。2016年3月28日、マンジマティティレースでも活躍した、レーサー、ガイ・マーティンは、 ウォール・オブ・デスの世界記録を樹立した。マーティンは、イギリスのテレビ局チャンネル4で放送された、ガイ・マーティンズ・ウォール・オブ・デスという番組の生、放送中に78.150マイルパーアワーの速度に達した。インドでは、この見せ物は、ウェル・オブ・デスとも呼ばれ、全国各地の様々なメラで興行されている。バイクの他に、自動車などが走ることもあり、 例えば2005年イライアーディラーバードで定期的に公表されているもので披露されている。自動車が走る場合、ショーは厚板で組まれた25フィートほどの高さがある直径30フィート以上の仮設の円筒で行われる。監修は円筒の上部の周囲に設けられたプラットフォーム上からバイクや自動車が走る円筒の中を見下ろす。2016年現在、日本では 札幌市に拠点を置くワールドオートバイサーカスが北海道を中心にオートバイサーカスという名称でウォール・オブ・デスの工業を行っているのが唯一の事例とされる使用するコースの大きさは高さ4メートル直径9メートルで宮大工が製作したものであるこの工業はかつての木暮れサーカスの流れを組むものとされているワールドオートバイサーカスについては 小林さん旅が制作したドキュメンタリーが2013年に DVD で発表されている。ウォール・オブ・デス用に改造されたインディアンのバイク。ウォール・オブ・デスの演技が盛り込まれた映画作品には、スペア、エイ・カッパー、ジェアイズ・アナザーさん、スコットランド・ヤード、ザ・ウォール・オブ・デス、青春カーニバル、夜行成城・横間、イート・ザ・ピーチ、美しきイタリア、私の家などがある。 日本映画では、男は辛いをよぎりに結ぶトラジローが、当時のオートバイサーカスの様子を捉えている。ギリシャにおける工業を記録したギリシャ語の短編ドキュメンタリー映画、オミクロンガンマロータウウプシロンシータアルファニュータウウウプシロンは、国内各地の様々な映画祭で上映された。この作品より前に、同じ題名で発表されていたギリシャ映画は、1983年の、 劇映画で主人公が地域の祭りで Wall of d e を実演するという内容でカルト的人気を博した古典的作品となっている。リチャード・トンプソンとリンダ・トンプソンは彼らのアルバムシュート・アウト・ザ・ライツに Wall of d e という曲を収録しており、リチャードは自身のライブでも時々この曲を取り上げて歌っている。歌詞の内容は祭りの他の出し物で時間を無駄に使うのではなく、 ウォール・オブ・デスを走りたい、もう一度という歌い手の望みを歌っており、ウォール・オブ・デスは生きていることに一番近いものだからと述べている。アイルランド系アメリカ人のバンドである、ゲーリック・ストームは2010年のアルバム、キャベツに収録したサイクロン・マクラスキーという曲で、ウォール・オブ・デスに言及している。ザ・シンプソンズ・ムービーで、 ホーマーは、ウォール・オブ・デスと同じ原理で、スプリング・フィールドを覆うドームの内側を周回する。イギリスのバンド、ジャンゴ・ジャンゴの曲、ウォーのミュージックビデオには、イラー・ハーバードのマハ、クンブ・メーラ・グラウンドにおける、ウォール・オブ・デスの映像と、一部のドライバーへのインタビューが盛り込まれている。2009年にナショナル・ジオグラフィック協会が選んだ、最も人気の高い画像の一つは、 ボールオブデスを捉えたものであった。これに似た見せ物としてグローブオブデスがあるが、こちらは円筒ではなくメッシュ状の金属でできた球体の内部でライダーがバイクを走らせるものである。このスタントは日本語ではアイアンと称されることがある。こちらの方はモータードロームとは異なる別個の進化を遂げてきたものであり、1900年代初めに自転車を使って行われていた。 サイクルワールズという見せ物に由来するものである。ありがとうございます。